ロドピ基礎自治体は、ブルガリア中部の基礎自治体であり、プロブリフ州に属する。自治体の領域は、プロブリフ以南の上、トラキア平地からロドピ山脈中央の北側斜面にかけて広がっている。プロブリフを取り巻く郊外の村々のうち、おおむねプロブリフよりも南に位置するものは、ロドピ自治体に含まれる。自治体の中心は、プロブリフに置かれているが、プロブリフは、 ロドピ自治体に含まれない。主要な産業は農業であり、人口の80%が従事している。主要な作物はブドウであり、毎年1万5000トンを生産している。ロドピ基礎自治体には、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。